や、失敗は失敗じゃなくて仮説が違ってただけなの。マネックスグループ代表執行役社長 CEO で、マネックス証券についてはこの1月4日から取締役社長執行役員になりました清明でございます。今日早速、はい、このインタビューシリーズはオフィスで一番お気に入りの場所でお聞きするということでやってるんですけど、はい、ここが一番お気に入り。ここですね。あ、そうです、ここです。これこの円形の会議室で、はいはい、なぜここが一番。ここはですね、これ今は映ってないんですけれども、はい、反対サイドが絵が飾られていました。はい、でこのアートについては毎年アーティストさんを、まあ、募集し、1作品選ばれたものが、うん、まあ、2週間ぐらい制作期間を渡しして、本当広い壁一面にその方のアートを飾れるっていう感じ、うん、アートインザオフィスっていうのをやってるんですけど、うん、会議室なのに毎年思いが変わって、うん、毎年絵が変わって、まあ、大好きですねこの場所。今ちなみにマネックスさんグループ全体従業員数どれぐらい。グループ全体グローバルに1500です、ざっくりですけれども、はい、日本国外。国外の方が過半です。あ、意外とそうなんですよ。で、あと面白いのが、私たちは金融機関グループなんですけれども、はい、約1500いるうち3分の1がシステムエンジニアなんですよ。これ珍しくてですね、日本のマネックス証券もアメリカのトレードステーション証券も、うん、それからコインチェックも、うん、システムを内製化してるんですね。清明さんのそのご自身のキャリアの中で、はい、まず成功体験、実務家というか、はい、あんまり派手なことをやってるというよりかは、うん、事務とか実務とかをこう積み上げていってる人間なんですよ。最初銀行員。そうなんですよ。で、私結構自分で手を動かす、未だに結構手を動かしたりとか、何か講演とかをさせていただいたりとかするときも自分で作ったりとかするんですけども、結局事務とか実務をちゃんとできないと大きな話もできない。意思決定ってファクトが揃ってないとできないんですよね。で、そのファクトも飾られたファクトではなくて、作られたファクトではなくて、本当のリアルのバイアスがかかっていない情報がないと意思決定できないと思っていて、だからこう事実をどう集めてくるかっていうのが経営にとっては非常に重要で、その事実を持っているのは現場じゃないですか、お客様だったり現場だったりするので、現場の動きとかお客様の動きを把握しているっていうことが、事実が上がってきたときに感覚として、あ、これはそうだろうなとか、これちょっと違うんじゃないかなとかっていうのが分かるんですよね、うん、っていうので、たまたま今に至る。自分 の、 そのキャリア感を変えたような、うん、ある種の失敗体験みたいなものって何かありますか。本当頼りにしていて、いないと困ると思っていた人がある時、もう10年ぐらい前なんですけども、10年以上前かな、はい、に辞めますって言ってきた人がいて、突然、はい、いや、清明さんは私がいなくてももう全然十分に仕事なさってるし、別にいなくても大丈夫です。結構ショッキング、ね、結構ショッキングでってすごい評価もしていたし、しているし、いや、いないと困るんですけどってこっちは思うんですけども、はい、どれだけ思ってもちゃんと伝えてなかったら伝わらないんだなって思って、でそこからですね、結果においてその人はとどまってくれて、うん、そこからも長く一緒に、まあ、仕事してたわけなんですけども、うん、人間そんなじっとこう黙って座ってて、うん、何考えてるかなんて分かんないじゃないですか、まあ、逆にしかも部下から上司にそこまで確認できないですね。できないですよね。そうなんですよ。だからそれはすっごく思いましたね。コミュニケーション、全てはコミュニケーションだと思っているのも、はい、そこからですね。気分がネガになった時にどうやって元の状況に取り戻してますか。まず寝て忘れるか人間がすごいところは忘れられるんですよ。だから嫌な気持ちとか忘れた方がいいと思ってて、なので忘れるっていうのが一つ。それからですね、ネタにする。ネタにまでしなくても、こういうことで失敗したとか、こういうことで反省したっていうのをアウトプットするようにしてます。それで自分が何がダメだったのか整理したりとか、うん、アウトプットって人にアウトプットする。人にはもうアウトプットしますね。清明さんが大事にしてる座右の銘とか座右の書とか、今マネックスグループの社外取締役をしてくださってる久能幸子さんという方がいて、連続起業家で科学者なんですけれども、その方と対談をした時に、うん、いや、失敗は失敗じゃなくて仮説が違ってただけなの、
だから違う仮説を立てたらいいの。本当起業家ですよねでそうやって仮説をずっとやってるとどこかで当たるの、それが成功なのって見えたら飛んだらいいのっていうことをおっしゃったんですよね。なのでそういった意味でも失敗だってとどまらずに、あ、じゃあこういう ここで見えたのがこれだから次こんなことやってみようっていうのを、そういえばやってきたなと。ご自身が働く上での哲学として心に持ってるもの、はい、経営者って未来を作っていく仕事だと思ってるんですね。意思決定を後回しにしちゃうと、まあ、マイナスの部分がずっと長く続くので、はい、時間軸を10年とかで長く取る。長く取りますね。長く取って考えろ、はい、なので保守的にはならない。